そうそう、市の家の入り口には、オリーブが2本あってる。オリーブないね、うち。うちオリーブ2本嫌いやから。ただ、オリーブって照葉樹やから、照葉樹はいるよ。まあ、言ったら照葉樹も、もう植えてるか、まあ、根っこ付きのやつの。はあるよ。それは、家の東側に、家の中が根っこ付きちょんと小さなつけてるのか。あ、今3本になってる。あ、3本目あれ、照葉樹かな。あ、照葉樹や。3本になってる。種類同じのがあるの。違うのが2本。で、外側には、照葉樹、実は照葉樹って日光に弱いの、実は。日光強いから照葉樹ちゃう。日光いっぱい欲しいから照葉樹。森林の中にある。落葉樹の森林の中に照葉樹って、ちょっとだけ単純であるだけやねん、実は。日本でね。だから南側なんて、日光がガンガン当たる場所は照葉樹置かないのに、枯れるか。だから、東側、朝だけ光当たる東側に、まあ、合計、中と外って6本あるかね。ただな、榊、神棚の榊、それを柳澤さんのところに1本ずつ植えたの。つまり、津島さんの方に1本。で、秋葉さんの2本。それやったら、主の家の入り口には、ってことだよな、ね。まあ、神様の入り口やから。神棚ってね。神様の出入り口やから。だから、お花残しとくの、記載通り。で、いいんじゃないですか。でしょ。